こっから戻れるんだもんね。戻ります。その個々の評価は聞きたかったな。あ、聞ける？7組の皆さん、本当にありがとうございました。おかげでいいデータがたくさん取れました。いや、僕たちの方こそ得難い経験になったよ。俺とも楽しかったぜ。改良が済んだらいずれちょいと乗らせる。それはいいね、それいいね。アッシュさんはサイズオーバーなのでは。あ、でもいずれ皆さんにもテストしてほしいですね。私だけの運用データだと今後の汎用性が偏りますし。そうね、ティータ専用になっちゃうね。ティータばっか乗ってると。ならその時は遠慮なく言ってくださいね。頑張って仕上げてね、ティータ。はい。さっき言われたこと気にしてんのかよ、アッシュ。7組なんかいっちゃんでかいからな。あれ？何の話？あさってになればわかるってこと？あー、はい。え、他に特殊な練習機が期間限定、他になんかあったっけ？あれか？あの V が乗ってたゴライアス級だっけ？さらなる強化。そっか、もうそもそもここの機械が限界なんだ。ん？そうだよね。主に黒の工房だと思うよ。こんな知性の真似事までしてこんなもん作り上げてるんだし、そもそも黒の工房かってさ、興味示してるような発言もあったし、現代ではありえない技術水準の人魚兵器を生み出し続ける結社、同じく戦術核人造人間、鬼神の誕生にも関わっているらしき知性とも臆される黒の工房。このあたり情報行き届いてたのか、それとも博士自身が気づいてたのか。そんな風に言われてもね。そうね、鬼神のフィードバックがあってこそ、あの折れた剣がさ、なんとかなったんだもんね。お前の発明じゃねって？っていう話じゃなかった？うん。あ、発明は言ってねえな、確かに。発明と設計と開発は違う。そっか、発明言ってねえな。
じゃあ発案者が、発案者が違うのか。え？10年前の爆発事故の後、あやつが残したノートに記されていた。え？それが私に提出するつもりだった卒業作品であるのは明らかだった。ゆえに4年前、開演の依頼を受けた時、それを具体化する設計作業を引き受けたのだ。愚か者の弟子の遺作、せめて日の目を見せてやるためにもな。いや、今あの話ちょっと疑問が、めちゃくちゃ疑問が出てきたけど、そのために作ったの？弟子のために。すごい、この人かなり情が深いね。特に弟子に対しての情が。だってそのためだけにさ、あの人脈もいるだろうし、あの開発する場所も必要だろうし、予算も必要だろうし、それを含めての計画書とかいろいろもろもろ必要だったりするじゃん。相当な手間のはずだけど、それをさ、弟子の遺作のためだけに、日の目を見せてやるためだけに。情深っ、びっくりしたんだけど。それはなるほどな。いや、しかし今の話おかしくない？アリサの親父をさ、なんかもう疑ってるのはもう言うまでもないんですけれども、もうクロスベルの時からそういった伏線が一瞬感じられたじゃないですか。で、いろんなもう死体がこんな歩き回ってる状況で、もう死んだ人間は生き返ってる可能性をね、考慮しているっていう状態で、アリサもその、アリサの親父もさ、その対象なんですけれども、鬼神に似た、それが気候兵の発案が、発案者が、今疑いの深い、アリサの親父ってちょっと、いや、あのね、こんな状況じゃなかったら、すごく感動的なお話だったんだよ。すごく感動的なお話だったんだよ。でもこんな死体が歩きすぎてる状態とか、アリサの親父もさ、疑っている状況、ラインフォルトがさ、がっつりさ、いろんなところに関わってる状況。何よりさ、アリサの親父、死因が不明だからね。死因が不明なんですよ。これ、かなり怪しい。アリサの親父今、疑い相当濃くなったぞ。考え事？気づいたな。リン、今の話でもしかして気づいた？すごいな。さっきの話からどうやってジョルジョに結びつけられたのか俺には分かんないけど、多分今の話で何か気づいたんだな。10年前の爆発事故の後、あやつが残したノートに記されていた。それが私に提出するつもりだった卒業作品であるのは明らかだった。ゆえに4年前、開演の依頼を受けた時、それを具体化する設計作業を引き受けたのだ。愚か者の弟子の遺作、
せめて日の目を見せてやるためにもな。そう、これすごく感動的だと思う。こんな状況じゃなけりゃ、こんなアリサの親父がさ、疑いがかかってるさ、いろんな伏線がさ重なってる状況じゃなけりゃ、すごく感動的な話だった。これもうアリサの親父ちょっと疑いかなり濃くなったわ。やっぱり気づくよね、明らかにおかしかったよ。ゲスト、お、なんでまた、おおラウラパパ来たよ。久しいな、リン、ハーシェル君も、初めての者もいるから、改めて名乗らせてもらおう。アルゼード試着閣下、お久しぶりでございます。カレージャス由来ですね。帝国南東、レグラムの領主、ビクター・アルゼイドと申す者、カレージャス号の艦長も務めている。お見知りおき願おうか。さあ、帝国のヤバい人と、対面するランジーの心境ちょっと聞いてみたいな。ああ、やっぱり知ってるんだ。来たということは、そっか、それ絡みで、うん、多分テイトだと思ってる。だよね、包丁か、いいね。あ、そうだ、月祭っていうやつで思い出した。前回のショーのラストでリアナ・サンドロッドがあのロゼだっけ、ロゼに対して250年前のあの日って言った意味深な発言したじゃないですか。おそらくね、月祭のことだと思う。終戦日だね、七支戦記の終戦日、それが決裁らしいから。忘れてたな俺、これ終戦日が決裁っていうのさ、多分どっかで話出てたはず、俺忘れてたね。だってらしいので、決裁もうすぐじゃん。決裁ちょっと怖いね、この時期に帝都へ行って決裁迎えるって。じゃあ情報局の情報は本当ってことになるか。あんまり信用してないからね、帝国政府の一員である以上。じゃあガチなんだ、別の意味で。少々厄介な勢力が大規模に入り込んでいるらしい。あ、共和国か、冒頭で映ってたな。ラムダ使って潜入してたね。それを大規模って、今大規模って言ってたよね。そうだよね。名前はあえて控えてるみたいだけど。ね。はい。え？そこで代表してサラとかピーがやってきて、うん、またなんか利用するだけ都合よく利用して。
うん、でもさ、破壊拘束ってなんでしょうね。てめえらが仕掛けてることのくせに、いざ潜入されたとなると破壊工作ってわざわざ当てがって、最低だね。うん、放置するつもりはないね。忙しそう。トアもこぎ使われて。おお、そうでしたね。あなたにとってお師匠さんでしたね。だろうな。だろうな。しかも先日リアンヌ・サンドロットを倒したの絶対耳に入ってるでしょ。一応子爵伯爵っていう差があるはずだけど、師弟関係ともなるとね、こうなるか。うん、ラウラは、あ、そうだったんだ。じゃあ詰まるところフィーに協力したかったやつか。そうね、ちょっと連れてきたかったな。ラウラあそこにいなかったのちょっと惜しいね。こちらの手合わせの後、やるの？シャクカカットやるの？弟子入りして14年、ようやく資格を得たと自負します。今日こそ帝国最高の剣に挑み越えさせていただく日、手合わせ願いたい。光の剣将ビクター・ S ・アルゼイド殿。受けて立とう。黄金の羅刹オーレリア・ルグイ。すごいことになってきました。